まさしよしどらですね。はい。デスノさん、デスノさんいらっしゃいますか？そうですね、やはりクラウド対ヨシ、ね、はい、確かに吉原さん、青ヨシになってますね。一応はい、では始まりました。1本目は、エレクトロプランクトンの終点は、さっきも出ましたよね、ここよう出るな。103分の1にしてはかなり 1% 以下ですよ、ある意味。 BGM が寂しい静かやな。話していきますか。今のはうまい。取り取ったら取り返すのような感じのダメージレースです。ここでメテオ決めていく。メテオ行きましたね。ギリギリ見えるか見えないかみたいな、はい、すごいな。ここで決めていきますね、吉浦さん。宇宙城入ってまた決めるのか。怪しいですね、今の。あ、これは失敗してしまったか。しなかったですかね。ミスですかね。大蹴りがあっと抜けていく。近すぎましたね、今のおそらく。ここはどうだ。ベロいた。あ、つかみ総裁が、なるほど。そのゲーム、つかみ総裁システムが新たに追加されたんですけれども、ね、今のはあれですね、ヨッシーの空中、通常空中必殺技の卵産みとクラウドのつかみがしっかりと噛み合って、そうですね、必殺技の投げ技もつかみと総裁するようになる。ほど。それでさっき空中で総裁が起こったという感じですね。あ、はい、では上島を合わせて、さあ、まさしクラウドの第1ショック追いついてきましたが、やはり先ほどのね、自滅が結構痛い感じでしょうか。実況が本屋さんからですね、ごま麦茶さんに交代しまい、たったびすぎたね。さあ、まあ、じゃあ、状況的にはまさしさんがかなり苦しい状況というところですね。当て際も背負って、1ストック目は吉田さんがメテオをうまく決めて、2ストック目はクラウドの空中下で着地せずにそのまま落ちていっちゃった感じで、そこから追い上げはしているものの、吉田さんがきっちりと立ち回って追いつかせてないという感じで、よし、肩に空中しろ、飛ぶ、なんとか生きているが、おっと、ここはリミットクライムハザードで、なんとかパーセントを奪いつつ、真ん中ステージ真ん中に乗っていくか、依然空中状況は変わらない、空中しろ、飛ぶ、1本選手は吉田よし、やはりこの男強い。プロカラーはなくなってもやはり伝説の青ヨシといったところでしょうか。さあ2本目ですね。さあステージが成功されて再びクラウドヨシのカショー。戦場でレインボーフルーズ。さあまずは卵を投げつつ接近の様子を伺うヨシに対して、クラウド側は少しでもリミットを貯めておきたいというか、ここは DA でゲームにして、ここは追撃に行くが、卵を見からヨシに近づいていく。さあここはクライムハザード、着地を見てから空中へ、でここは起き上がりも行く。さあそして空中した、クラウドの不要中攻撃を押さえ、ここからダウンしたところに空中へ。さあここは強に打っていくか、そこに吉はいなかった。さあ DA の空中城が操作に対応しになって、さらに空中で追撃していくのはまさしクラウド。さあここはクライムハザード、おっとここはガサタリになる。いけましたね。ジャックジャックからダウンはしていないが、その後の展開が非常に、さあこれはどうだ、ニュートラル、これは戻れない、うまいですね、しかしジャンプライトを確認している。さあ表記がヒットして 187%、 ニュートラル、これは持続がヒットしていい展開、ここはニュートラルが高い。さあ崖際に追いやってリミットを貯めていく、
方から変わらないこのクラウドの残しだ。しかし空中後ろで逆にラケットにやっていくのは吉村やし、再び攻守が入れ替わってどうしてるリップドロップで降りてくるが、ここは掴んでいく上切りを見合わせて足掴んで通していく。うまい、ジャンプに合わせてリミット破壊撃。しかも破壊撃ただ技なんであれですね、あのアーマーで耐えようと思っても踏ん張りジャンプで耐えようと思っても結構しんどいです、ね。あ、なるほど。さあそれを残してさあそうですね、リミット競技にも破壊撃もヨッシーのアーマーに対してはかなり強力な選択肢になり得る技ですね。感覚としてはあれですね、あの竜や剣のセービングアタックを潰すみたいな意識でいくと結構うまくいく可能性もあります。なるほど。まあ、こちらの方が、ね、動きの自由度が長い分かなり対処するべきだと思うんですけど、さあ状況は5と言っても差し替えないでしょう。さあ今回もハザード、これは戦場の台に乗るのでほとんど後差がない。ステージの特性を生かしてます。後ろヨッシーをバギニワに追いやって様子を見て、その場合はヨシカリ吉野ライシン通していく。さあここは玉通りから上スマッシュとりあえず入れて、おっとここが空中下がれ。さあどうする、空中前空中前、お互いに落ち着いていくか、ガードを解いたところに空中城が刺さる。さあ一度お互いに距離を取っていう得意な場合を取りたいところですが、空中前、ここはクラウド側が、さあここはもう一度弾を打ったら、ここは空中しろ、これはさらに空中へ、これは確定でしょうかね。おそらくはさあ、よし行こうで、さあ、あの空中うまいですね、スティックタイプで合わせていく、しかも上、下を取っているので、いい状態のユーミン。さあ、こっちを合わせようとしたんですが、合わさらないと思ったら今度は空対空で空中しろ合わせる。さあ今クラウドがあれですね、リミットゲージが溜まるギリギリで止めてましたんで、今回の場合あれですね、あのそうです、復活土台から降りるまでに時間稼ぎができちゃうんで相手側も、はい、あの復活土台から降りるまでは少なくともリミットゲージを溜めないようにしておくみたいな工夫でもあります。なるほど。うまい、うまい、これは戻れない。卵から素晴らしい名手の連続。吉ドラさんはこの卵からの風前のつなぎが本当にうまいです。そうですね、崖際で入れられるとクラウドたまったものじゃないですね。リミットを使った後なのでそれでも戻れないと。